はい、高須の僕に来てます。あれからもう見えないと思うけど、あれからゴンドラのてっぺんです。ゴンドラの出口です。見えないと思いますけど、こっちが山川ですね。山川。で、パーンしてるのさえわかるかな、これ。これが第7ラウンドですね、看板。向こうがゴンドラ降りて左。向こうが第7ラウンドです。はい、僕は、土日月と、高須スノーパークと、第7ラウンドの、ゲレンデの状況ね、混み状況とか、雪質とか、天気とか、お送りしております。はい。あと、駐車場とかね、道中の雪とかね、お送りしてますんで、もしよかったらチャンネル登録、よろしくお願いします。はい、滑りながら行きましょう。スマホでね、ノーカット、カメラ止めません。ちょっと途中まで滑っていきますんで、皆さんの目で、これは、練習できるのかな、来る価値あるのかどうか、映像を見てね、確認してください。はい、では行きますね。今日はスノーボードです。スノーボードね、スノーボード履いてます。はい、行きますよ。へいへいへい。怖いな、怖いな。さあ、お、ちょっと待てよ。おっと、あのね、雪質ね、行きますよ。雪質見てくださいね。こういう感じ。こういう感じ。こういう感じ。だからこのてっぺん降りたらすぐのとこ、まあ中斜面ですよね。固めですね。うん。よし、滑ってみますか。あら、見えない。見えない。ツリーランも怖い。硬いね。まだ固めですね。このさ、ツリーランド窓なり、ここいつも柔らかいじゃん。硬いよ。割と硬い。ほら。うん。割と硬いですよ。ツリーランはやめとこう。ツリーラン、まだ素人だからやめとこう。木にぶつかるわ。ああ、さあ行きましょう。見えない。さあ今日は ね、こういう日はね、転んだらすぐ起きた方がいいですね。ぶつかられるんで。見えないからさ、白いウェアとかだと何もうポコちゃんと思われてキッカーされますよ。はい、さあ行ってみましょう。あ、これ銀道ですね。銀道です。これが銀道行かずにそのまま下行きますわ。ダイヤモンドコースト。ダイヤモンド、あ、うるせえ。音楽うるせえ。ガスっとるね。これね、雪は降ってないんですよ、別に。で、午後からもう曇るじゃないわ、崩れるから雨なのかな。雨か雪だよね、多分。気温がですね、さっき見たらさ、常温なんですよ。2度ぐらい、氷点下じゃないんですよ。だから雨になるかな。これ景色見てもらえば分かると思うけど、下の方は晴れとくよね。まあ多分ね、柔らかいよ、雪は。柔らかいと思うよ。あ、ガスってるのがなくなったな。行ってみようか。よし。人ね、どう、まあどう思う、皆さん。どう思いますか、人。いると思う。で、僕はさ、初心者だけど、初心者の僕からしても、まあ、みんなもそうじゃないかな。上級者より初心者の方が怖くない。動きが水拳だから。で、これ2段のね、1段2段のコブ斜面ですね。と呼びたいところだけど、最近全然コブ斜面できんな。なんかさ、違うところにコブ斜面できとるんですよ。多分ね、ガリガリとボコボコの柔らかいのが混ざってますね。うん。で、第7のね、あれも開けたんで、急斜面ね。どんな雪質か見ていただければいいなと思います。はい、でこんな風にね、なんだっけ、過去の動画がさ、こういう僕の今上げてるような動画、タイムリーっていうか、その最新の情報じゃないと価値がないじゃないですか。だから過去の動画がおすすめに載っちゃったりするんで、常にね、最新の状況をお知りになりたい方、ぜひチャンネル登録していただければ、最新の動画がどの動画なのか分かりますから、ぜひチャンネル登録していただければなというふうに思います。なるべくね、土日月上げてますんで、土曜日は夜勤明け、月曜日は、ここいいですね。あ、これはね、これ大回りとか小回りの、練習、片身の番でやりたいでしょ。カービングとかね。
これいいよ。あのね、ああ固めてこの山とかもさ、すっごくいいんじゃない？これアイスバーンじゃないよ、これ。これこれこれ。この感じ、これいいんじゃない？こういうの大好物な人いるんじゃない？これはねいいよ。よし、じゃあ下まで行ってみますか。よし。だからタコの動画乗っちゃうから、あ、それさっき言ったか。よし。バスってないね。だから上、まあ高さ全体で言うと上の5分の1か4分の1がガステルだけだね。うん、であとはまあ午後からどうなるか。はい、これダイナミックコースの林道ですね。合流地点ですね。リフト、あ、1人乗ってる。その後ろ4人、その後ろ2人、その後ろが1人、その人も、その後ろも1人、その後ろも1人、まあ割とこうついてるんじゃない。その後ろが2つ、2回連続で0人だね。さあこっからあの一番下まで行きますわ。一遍切りますわ。うん、はい、ありがとうございました。あ、じゃあまた、アップしますんでチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、他の動画も見てね。